自然と調和する技術、たゆまぬチャレンジ精神と革新的なアイデアで安全かつ平和な世の中を作る企業、ヒュンダイ EP が未来に向けて進みます。お客様の暮らしを豊かにする技術開発を目標に、1988年ヒュンダイ産業開発床事業部として歩み始めたヒュンダイ EP は、1991年ソルベイエンジニアードポリマー社と技術導入契約を締結し、先進技術開発に力を注ぎ、1994年には丹仁床工場を竣工し、車のバンパーと内装材素材の開発及び生産をスタートさせました。2000年1月、ヒュンダイ産業開発株式会社から分社し、ヒュンダイエンジニアリングプラスチックを設立するとともに、独自の市場開拓に力を注ぎ、2003年には中国の蘇州に海外合弁法人現代工程材料有限公社を設立し、世界市場に歩み始めました。以後2004年には複合 PP 技術ライセンスを輸出し、2006年コスピに上場、株式会社ヒュンダイ EP に称号を変更し、2007年には中国の傘下とインドのチェン内に法人を設立した後、同年6月には SK とコンパウンディング事業部門の共同経営のための営業譲り受け渡し契約を締結して事業を拡大させました。2008年には日本の名古屋に支社を設立し、2010年には業界有数の企業を買収し、新しい事業の領域を広げました。2011年には中国大邦法人を設立し、中国市場での基盤を確固たるものにしました。ヒュンダイ EP はヒュンダイ産業開発床事業部として発足して以来、25年余り休むことなく走り続け、今日に至っております。国内外の有数のパートナーと共に協力して、大韓民国化学素材産業の未来をリードしてまいります。ヒュンダイ EP。 お客様の満足と正当経営を追い求めるヒュンダイ EP は、独自の技術を開発して優秀な製品を産業の現場に供給し、毎年飛躍的に成長してまいりました。丹仁本社を中心に、チンチョン工場、ウルサン工場、チョチオン工場では韓国内最高の研究人が世界をリードする技術力開発のために汗を流しています。ヒュンダイ EP は2000年設立以来、年平均 25% の成長率を遂げ、猛スピードで発展してまいりました。2012年は基準売上高625万ドルを達成し、2013年には668万ドル、2014年には738万ドルの売上を目指しております。また、中国とインドに生産基地を確保することで、世界市場において高い競争力を備えることとなりました。年平均 25% の成長率を遂げ、自動車部門複合 PP マーケットシェア1位に上り詰めたヒュンダイ EP。 現状に満足せず、さらにたゆまないチャレンジ精神でより豊かな未来を築いてまいります。人のための技術を研究する会社、技術開発はヒュンダイ EP の命です。ヒュンダイ EP は優れた技術力を土台に、自動車用内外部品および家庭用家電に至るまで、軽くて安全な製品を生産し、産業現場に提供してまいりました。ヒュンダイ EP の丹仁工場は、蓄積された技術と経験を土台に、金属に代わることができるスーパーエンジニアリングプラスチックを生産しており、ヒュンダイ EP のチンチョン工場は、自動車と電気・電子製品に使われるゴム部品素材、交換被覆および接着素材、建設用パイプ、保存容器などの素材に使われる複合 PE を主力生産しています。ヒュンダイ EP のウルサン工場は EPS と PS 生産ラインを備えており、ヒュンダイ EP のチョチオン工場は韓国 PEM から建築材料事業部門を買収した後、エネルギー節約に優れた PB パイプを開発生産しています。ヒュンダイ EP は先進化された環境に優しい技術力を土台に、ゴム部品、交換被覆及び建設用パイプなど、産業現場で必要な物品のみならず、
生活に必要な最先端機能性素材を持続的に開発しています。またヒュンダイ EP 製品は耐化学性および耐薬品性、耐摩耗性が優秀で、電気・電子および自動車部品に幅広く使われています。今この瞬間にもヒュンダイ EP はお客様の暮らしに価値を与えるために最善を尽くしています。ヒュンダイ EP はお客様に寄り添い、暮らしをさらに豊かにしてまいります。丈夫で安全なヒュンダイ EP の複合 PP は、自動車、電気・電子、消費財、さらに産業材分野に広く使われています。ヒュンダイ EP は様々なデザインと丈夫な製品を開発するために最善を尽くしています。ヒュンダイ EP は今もお客様の生活のより深いところで生まれ変わっています。最先端技術が集約されたヒュンダイ EP 複合 PE は、私たちの生活のより深いところでお客様の満足を実践します。さらに清くかつ健康な未来を作っていくヒュンダイ EP の製品は、お客様の手の届くすぐ近くにあります。ヒュンダイ EP ビッド4 2種 EPS は熱伝導率を改善させた製品であり、断熱材と相関遮音材などに広く使われています。お客様の健康を守るヒュンダイ EP の環境に優しい PB パイプは、地中熱エネルギーを吸収または放出してエネルギーを節約するのみならず、高温耐圧特性を持っており、高層建物の配管にも安心して使うことができ、どんなところにも迅速かつ簡単に施工することができます。GPPS は代表的な透明樹脂で、耐水性、耐酸性、耐アルカリ性に秀でており、加工性が良く、射出成形が容易であり、熱安全性も優秀です。着色が自由自在で、塗装、印刷なども容易であり、透明性を要求する多様な用途で使用が可能です。また PS と PE の強みを最大限活用した PS コンパウンドは、外観の光沢が優秀で、品質と価格面において ABS に代替することができ、家電製品の内、外装及び事務用品など様々に使われています。ヒュンダイ EP の高機能 PS は、スタイレンモノマーを中心に多様なモノマーとの標準合を通して優秀な性能を発揮し、 GPPS の熱的特性を進め、 HIPS において発現されにくい透明性を付与し、様々な分野に適用可能です。限界を恐れないチャレンジ精神、ヒュンダイ EP の未来は世界に向けて大きく開かれています。大韓民国化学素材産業を代表するヒュンダイ EP は、世界有数の企業と肩を並べ、力強く前進しています。ヒュンダイ EP は日本の名古屋と中国の北京、蘇州、広州、大宝とインドのチェンナイを連結するグローバル生産基地ネットワークを構築しており、またリオンデルバゼルとパートナーシップを結び、トルコ、チェコ、スロバキア、ブラジル、アメリカのアラバマ州とジョージア州まで販売市場を拡大することに全力を注いでいます。世界が感動する技術、それをヒュンダイ EP が作り上げていきます。안녕하십니까ヒュンダイ EP 대표이사이건원입니다꾸준한도전과지치지않는열정은이시대의요구이자기업이나가야할길입니다ヒュンダイ EP 는지난25년간의지속적인연구개발과국내를비롯한전세계시장발굴로종합플라스틱소재기업으로성장하였습니다나아가현대EP모든임직원은글로벌시장의무한경쟁속에서경영효율성증대를통한기업가치창조와성장을목표로더욱새롭게거듭나기위해노력하고있습니다고객만족과정도경영으로여러분의삶의가치를높이는기업이되도록최선을다하겠습니다감사합니다最高の技術力と運営ノウハウを取り揃えた企業、大韓民国の未来となる企業、絶え間ないチャレンジ精神で共に成長する企業、人間と自然が一つになる未来、
より豊かで美しい未来に向けてヒュンダイ EP が進んでまいります。ヒュンダイ EP。